続いてはこちらのコーナー、中山あかねの愛しの姫散歩です。今回は秋、伊方町の佐田岬半島をお散歩してくれました。海の伝統文化に触れ、絶品の高級食材にも出会ったようです。今回のお散歩、伊方町にやってきました。細長い半島の町というだけあって、海と山が近い。しかも今日はね、結構強めの風が吹いております。さあ、波乱のお散歩になるんでしょうか。それでは出発です。まずは先月オープンしました新しい施設を訪ねたいと思います。こちらに見えてきました。いや、綺麗ですね。佐田岬半島ミュージアムです、ね、中はどうなってるんでしょう。楽しみですね。さあ、展示スペースはこちらですかね。わあ、中も綺麗ですね。あ、まず入ると広々と、ね、休憩スペースもありますので、皆さんの憩いの場に、ね、なっておりますけれども、さあ、こちらからかな。こんにちは、お願いいたします。高島さん、いらっしゃいますか。はい、あ、高島さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらのミュージアムの、はい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 、学芸員さん、学芸員、一応学芸員と副館長とやってます。はい、高島さんはこの伊方町、佐田岬半島の、私はもうマニアだと思っていて、いやねえ、やっぱり情報量と、まあまあそうですね、あの、ちっちゃい博物館、ね、郷土館っていう、はいはい、ちっちゃい博物館コツコツやってきて、今、ね、20年経って今新しくなりましたから。どうしましょう、まず、ね、そうですね、こんなにすぐ回ってるものとは思わなかった。そう、もう回っております。うわ、すごい、やっぱり海の町ですもん ね。そうですよね。あの、佐田岬は海に挟まれてますから、ね、やっぱり、はいはい、まずは海の営みということ で、海の営み、漁師さんいろいろあるんですけど、とりわけひとまず、あの、愛媛県内では、あの、その辺りの地域だけなんですけど、海士さんということで、あの、もう体一つで網も竿も使わずに、体一つ海潜って、サザエとかアワビとか取る、大正時代の歌ですけど、子供たちの歌ですね。あの、学校が終わったら、そのメガネとか、そのプカプカ浮く樽とかね、道具持って海行って、で、火を焚いて、温まれるように火を焚いておいて、海に飛び込んでサザエとかアワビや天草取って、それで儲けたお金で郵便貯金しまって、本とか炭とか買ってねっていうのを学校で暗唱させたらしい。魚介類がね、たくさんあるわけですよ。こういう写真にあるような、はい、もう高級品ですよ。そうです、アワビ、サザエ、今売り出しているのは赤ウニだね、ちゃんと。さあ、山道を抜けて次はですね、もう海のすぐ近くまで行きたいと思います。大風車も近い。佐田岬漁港にやってきました。さあ、先ほどミュージアムでも見ましたけれども、ちょっと珍しい海士というお仕事がこの地域にはあるんですね。そろそろ帰ってこられるということなんですが、果たして会えるんでしょうか。ちょっと待ちたいと思います。あ、もう一人で行かれるんですね。一人で行って一人で帰ってくる。お疲れ様です。今日はどうだったんでしょうか。あ、カゴいっぱいですよ。しかも一つじゃないっぽいよ。お、もう一つ出てきた。まだある、すごい。うわ、綺麗。いいサイズのやつは取ってきたんで。すごい。全部赤ウニなんですけど、はいはい、で、種の名前としては赤ウニ、で、3種類あるじゃないですか、色が、はいはい、全然色が違って見える。もう個体差なんですよね。あ、そうなんですか。全部赤ウニです。へー、はい、これがもうウニ類の中で一番美味しくて最も高価って言われているウニなんで、宝物が詰まってる。はい、他のウニとはちょっとですね、別格、本当ウニの中でトップのウニですね。俺これが好きやな。これが好き。何があるんですか。何が違うんですか。まあ、わかるよ、なんか。すごい。
すごい、これこそまさにこれいいですね。ごめんなさい、これ、まあ、これすげえ、うわすごい、ウニだね、こんなに大きいの。色もいいです、ね、いやさあ今日取ったばかりの赤ウニ割っていただきましたら、はいはい、ちょっと2人がこ言葉を失うぐらいの。びっくりしました。何がびっくりしたんですか。あのこんなにいいとは思ってなかったというかもうあのびっくりするぐらい の、 あの、うん、立派なウニでした、はい、もうここで取れる本当に一番に入る、うん、と言ってもいい、はい、サイズの、はい、そうですね、サイズ、色、はい、でもうその取った時期もそうですし、うんうん、味も多分いいと思います。はい、2人なんでそれいいことなんですよね。いやでもあのびっくりしてます本当に。これすごいです。全部が全部こんなんやと思われたら困るぐらいの。はい、もちろん立派なのがたくさん毎年取れるんですけど、はいはい、中でも今日は特別身入りが良かったそうで、はい、これ見てすごい、私は本当にこんな大きなウニは人生で見たことないし、もちろん口にしたこともない。いや本当ですこれ。見てこれ、スプーンから溢れてるもん。これ本当びっくり。大体箸の先でつまむ程度ですよね、ウニって。楽しむとしてもそれをちびちび楽しむはずなのに、これは贅沢。もうじゃあいきますね、はい、一口で。いただきます。うまい、うまい。コクはあるんですけど、美味しさにこう透明感があるっていうか、澄んでますね、なんかね。上手ですね。いや、美味しい。おいしょ、おいしょ。じゃあ仲良くこれなんかこれだけで寿司持ってるような感じで。あ、確かに寿司これ乗せたらシャリ溢れますねきっとね。いただきます。うまうまうまい、おいしいですね。ほんとありがとうですね。ほんと海に向かってありがとうございます。いや本当にそうですよ。ほんとに美味しいです。育んでくれてありがとうございます。この味でこのサイズだったら間違いなく日本一を取れるなっていうレベルの本当にものというかでしたよね、うんうん、はい、ここの場所にこんだけ豊かで恵まれた漁場があって、でそれをそのずっと先人の人たちがその海を守って、そこでその技術を磨いて一緒に仕事をしてくれる仲間が増えて、僕は嬉しいです。いいお値段でいいところにやっぱりいい状態で出したいっていうのが、うんうん、自分の思いとしてあるんで、まだまだ本当に課題が多くて、本当に道なばかばというか、まあ、多分10分の 1,2 くらいですよねきっと、うんうんうん、なんですけど、まあ割と今年芽が出てきてると思うんで、うん、本当チャンスだと思う。あなたの頑張りですよ。いやいや、あなたの頑張りですよ本当に。今回の姫散歩、伊方町を巡ってきました。いやもう本当に濃密なひとときでしたね。あの新しくできたミュージアムとっても綺麗でしたし、歴史を知ることができて、さらに美味しい赤ウニ、これは本当に三崎が、そして愛媛が誇る味だと思います。これからまたどんどん羽ばたいていってほしいなというふうに思いました。天志さんのお仕事も素晴らしかったですね。今回も伊方町の皆さんありがとうございました。伊方の歴史と海風を感じ、そして秋も感じる、うん、あとはあんな綺麗な海見たことないですね。いやそうですよ、中山アナももう悶絶していたんですが、うん、その赤海なんですが、はい、東京の築地市場では 80g8000 円程度で取引される高級食材です。そしてこちらで取れる三崎の赤ウニはインターネットの EC サイトで市場価格よりも手ごろな値段で購入することができるということなので、ぜひチェックしてみてください。一度味わってみたいですね、はい。